鳥谷選手、今の感じやったらね、もう阪神今シーズン限り退団するってことで、阪神の残り試合も少なくなってきてるんで、16年分のね、感謝の気持ちを込めて、全力で16カ国で応援歌を歌っていきたいと思います。まずはじめにこちらはですね、メキシコを象徴とした感じの建物となっております。それでは全力 120% で頑張って応援歌を歌っていきたいと思います。それではいきます。夢の捨てて羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれさ、君がヒーローで鳥谷隆、空勝ったぜ鳥谷。こちらの建物はナイジェリアをモチーフにした建物です。それでは歌っていきます。夢の捨てて羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれさ、君がいろいろ取り足りたお越し、それかっ飛ばせ取り足り。こちらは太陽をモチーフとした建物です。それでは応援歌歌っていきます。夢の捨てて羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれさ、君がヒーローで鳥谷隆、空勝ったぜ鳥谷。こちらはネパールをモチーフとした建物です。それではやっていきます。夢の捨てて羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれさ、君がヒーローで鳥谷隆、空が飛ばせ鳥谷。こちらの建物はスペインをモチーフとした建物です。それでは歌っていきます。夢の捨てて羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれさ、君がヒーローだ鳥谷隆、空が飛ばせ鳥谷。こちらの建物はイランをモチーフにした建物です。それでは歌っていきます。夢の捨てて羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれさ、君がヒーローだ鳥谷隆、それかっ飛ばせ鳥谷。こちらの建物はセーシェルをモチーフにした建物です。それでは歌っていきます。夢のせいで羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれさ、君がヒーローだ鳥谷隆、空かっ飛ばせ鳥谷。こちらの建物はモロッコをモチーフにした建物です。それでは歌っていきます。夢のせいで羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれさ、君がヒーローだ鳥谷隆、空かっ飛ばせ鳥谷。こちらの建物はマレーシアをモチーフにした建物です。それでは立っていきます。上のせいで羽ばたけよ、ゴールボーイスイング見せてくれさ、君がヒーローだ鳥谷隆、空かっ飛ばせ鳥谷。こちらの建物はフィリピンを象徴した建物です。それでは歌っていきます。夢のせいで羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれさ、君がヒーローだ鳥谷隆、空勝ったわせ鳥谷。こちらの建物はベルギーをモチーフとした建物です。それでは歌っていきます。夢のせいで羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれさ、君がヒーローだ鳥谷隆、空かっ飛ばせ鳥谷。こちらはエジプトをモチーフとした建物です。それでは歌っていきます。夢のせいで羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれさ、君がヒーローだ鳥谷隆、空かっ飛ばせ鳥谷。
こちらの建物はトルコをモチーフとした建物です。それでは立っていきます。夢のせいで羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれ、さあ君がヒーローだ、トリタニタカシ、それがっ飛ばせトリタニ。こちらの建物はイギリスをモチーフとした建物です。それでは立っていきます。夢のせいで羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれ、さあ君がヒーローだ、トリタニタカシ、それがっ飛ばせトリタニ。こちらの建物はベルギーをモチーフとした建物です。それでは立っていきます。夢のせいで羽ばたけよ、すごいスイング見せてくれ、さあ君がヒーローだ、トリタニタカシ、それがっ飛ばせトリタニ。まあね、今15箇所聞いてもらったと思うんですけど、15カ国、最後の一国はやっぱ日本ですよね。で、やっぱ甲子園やと思うんでね、僕が甲子園球場で、応援歌を歌った時のやつを乗っけたいと思います。通りだね、通りだね、夢のせいで羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれ、さあ君がヒーローだ、鳥谷隆、ガッと飛ばせ鳥谷、乗せて羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれ、さあ君がヒーローだ、鳥谷隆、ガッと飛ばせ鳥谷、乗せて羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれ、さあ君がヒーローだ、鳥谷隆、ガッと飛ばせ鳥谷、寄せて羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれ、さあ君がヒーローだ、鳥谷隆、ガッと飛ばせ鳥谷、寄せて羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれ、さあ君がヒーローだ、鳥谷隆。鳥谷選手ね、一日でも長く、タイガースでプレーしてほしいなと思いますし、 CS もね、鳥谷選手らしく頑張っていってほしいなと思いますし、いつまでもこれからもずっとヒーローですので応援していきたいと思います。本当に、タイガースに来てくれて、慣れへん関西に来てくれて本当にありがとうございました。